世間の人って何歳ぐらいで結婚してるかってイメージあります？何歳ぐらい？あ、世間一般で。男女どっち？どっちでもいいです。30前後多いですよね、うん、あと2箇所あるんですけどイメージありますか？2箇所ある、はい。イメージとして24。いいですね。23っていうのも1箇所入ってるんですよ。もう1箇所あるんですけど、イメージあります？35、6。あ、いいですね。35、6から40っていうのが1箇所入ってるんですよ。これがベスト3です。なるほど。これ全部理由あるんですよ。はい。24、5、6、これ何かっていうと、短大大学出たんですよ、うん、就職しました。うわ、就職先をもんな、私この会社続けられへんわと思ってる女子が、ことぶき退社すんねんって言いたいが、言いたいというか、仕事辞めたいがために結婚すんなる。なるほど、その年齢、なるほどね。30前後、三重の30です。30までしないといけないんじゃないか、うん、親が言ってきた。私だけ結婚式でしてなかった、うん、焦り出しての31人までが多いのが30前後です。おー、まさにそう。40前、うん、子供の産まない人生を送るの私嫌なんよ、うん、これ、うん、僕、うん、どっちでもいいですよって言ったのに、うん、結局教えてくれた女性のタイミングなんですね。ああ、何が言いたいかというと、うん、全部結婚って女が引っ張ってやってるんですよ。なるほど、そういうことか。なるほど。だから男の人ががっつりプロポーズした人って結構いないんですね。うん、男の人がプロポーズするときってどういう風にしておいてほしいかって言ったら、例えば2、300万は貯めといてほしいとかって言われるじゃないですか。普通の職業してて2、300万貯めて、よし準備して結婚するぞって言える人なかなかいないんですよ、うん、そうやね。それまでに早くしようよって30前後に女性から言われるんですよ。ああ、そっかそっか。言われるとかもなんかそういう風な雰囲気を出されるとかだよね。そういうことです。ということは何かというと、女性が引っ張らない限り結婚できないんですよ。はあ、なので、女の人がよく5年も付き合ったのに彼が1個も言ってくれないの、10年も付き合ったのに言ってくれないのって言ってる人は、自分が言わない限り結婚はないんですよ。なるほど。もう自分が仕向けなパターンっていうことやね。そういう、なんかまあ褒めてやるか怒って言うかはまあその人にもよりますけど。なるほど。女の人が積極的にならない時は結婚できないんですよ。